はい、こちら福島県大熊町にあります、JR 大野駅の方にやってきました。この大熊町来たのは結構久しぶりなんですけれども、この大野駅周辺、結構様子が変わりましたね。前はですね、この駅出てすぐのところに建物が確か建ってたんですよね。それがもうすべて今、撤去されておりまして、ご覧のように空き地が広がっている、まあ空き地というか工事ですね、工事現場が広がっているといったような状況です。そして以前はですね、ここは確かバリケードで築かれていた商店街が広がっていたんですよね。柵があるのは前と変わらないんですけれども、今はですね、帰還困難区域のための柵というよりは、工事のために柵をしているといったような形ですね。で、この通りは、まあ、こんなに大きな道幅じゃなかったんですけれども、今新しく作ろうとしているこの道路はかなり広い道幅で工事がされているという形ですね。で、さらに奥の方にはかなり大きな建物が今建設中ですね。あれが一体何なんでしょうか。こちら側、駅出てから左側の方向ですね。こちらもですね、昔の商店街がそのまま残っていて、で、壊れた建物とかもですね、もう長いこと、ずっとそのままの状態だったんですけれども、今はそのような、建物が全て撤去されて、新しく今道路が作られてますね。で、その道路の両脇はまだ、土地の造成中というような形です。結構大掛かりな街づくりが今この大野駅周辺では行われているというような感じですね。この辺りにも道路もですね、やはり全て新しく作られてますね。もうこういった新しい、舗装、縁石とかですね、この辺りがものすごく、まあ、新しい感じがします。災害公営住宅でしょうか。こちらが大野南住宅という災害公営住宅がこちらの方に築かれてるんですね。だいたい30戸ぐらいの住宅がこちらの方に作られていると。この黒と茶色の壁が交互に並んでいるという、なかなかちょっとした統一感を持たせた形の建築ですね。おそらくこの辺りの方、ほとんど車をお持ちの方が多いのかなというふうにも思うんですけれども、だいたいこの住宅まで大野駅から歩いて10分ぐらいのところにこの住宅が作られているということですね。はい、大熊町の、こちら大河原地区の方にやってきました。こちらはですね、新しく町が築かれているエリアということで、帰還されている住民の方々は、ほとんどこちらの大河原地区の方に、今住まわれているといった形ですね。そういう形で、こちらの方に商業施設、大熊アートというこの商業施設なんかもありまして、車も、出入りが結構ありますね。で、この商業施設の方にはですね、
こういう飲食店もいくつかあったりですね、コインランドリーとか、それからコンビニもありますね。はい、まあ、駅がちょっとやっぱり離れてますので、まあ、そのあたりが、まあ、車がないと不便かなというふうにも思うんですけれども、まあ、バスの路線なんかもありますしね。なので、まあ、欲を言えば、駅がもうちょっと内陸側、こちらの大河原寄りに移転できれば、まあ、一番良かったんでしょうけども、大河原災害公営住宅ということで整備されています。1号棟から35号棟まであるということで、結構大規模な公営住宅地だなというふうに思うんですけれども、ものすごくなんかすっきりした形の住宅街だなというふうに思いますよね。電柱がなく、すべて無電柱化されているということで、まあ、やっぱりこうやって見ると、報道されているところとか、まあ、一般的に言われているその人がもう住んでないみたいなところだけを見るんじゃなくて、こういうふうにきちんと再生の現場っていうのも見ていくのが大事だなって思いますよね。全然やっぱり印象変わりますからね。いや、結構いいですよね。なんか静かな郊外の住宅地といったようなイメージでしょうか。久々にですね、この大熊町の方にやってきましたけれども、前に来た時に比べるとやっぱり前進してるなといった印象は受けました。前来た時は本当にもう柵で囲まれて、まだ動き回れる場所は少ないというようなことでですね、本当にまだちょっとそのどういった形になるのか先が見えないなといった状況だったんですけれども、今日来てみて、その柵は、まあ、ほとんど、まあ、工事用の柵というのはあるんですけれども、いわゆる帰還困難区域を示す柵というのはもうほとんどなくなっていて、で、そこに今工事が始まっていると。で、さらに、長いこと放置されていた、商店街の建物ですね、壊れた建物とかも、今はもうすっかりなくなって撤去されて、それでそこに今土地が新しく作ろうとされているといったような状況ですね。なのでこれからやっぱりこの町、まあ、ちょっと何年かかるかわからないんですけれども、少しずつ整備をして、また人がですね集う場所、働く場所、住む場所になっていくのかなというふうに感じさせてくれました。まあ、またですね、今後も定期的にちょくちょくちょっとここの来てみて、ここに来てですね、で、まあ、少しずつやっぱり進歩していく街というのをですね、今後も見ていきたいなというふうに思いますね。